皆さん、こんにちは。男性アイドルグループ平成ジャンプの有岡大樹さん。今回はそんな有岡大樹さんに関する激痩せや妻の妊娠説から、内田理央さんとの兄弟疑惑、実家の裕福説についての話をご紹介しましょう。有岡大樹さんについてビジュアルの変化を指摘する声が SNS で多く上がっているようです。2024年10月16日、有岡大樹さんはバラエティ番組世界超グルメの2時間スペシャルに出演。スペインを訪れ、地元料理に舌鼓を打つ様子が映し出されたのですが、 X では有岡さん痩せたな、ありひか結婚してからの美女が良いって一体どうなってんの、 UMP のひかるくんの美女良すぎる、有岡くんは獣とバラを思い出すような美女だしさ、有岡くんの今のビジュアルどう考えても最高じゃない、有岡たんの好きなビジュアルじゃない、大ちゃん顎のラインが全然違うと、その外見に興奮する声があふれました。芸能記者によると、有岡大樹さんが痩せたという声は2ヶ月くらい前から増えてきたそうで、4年前とのギャップを感じる人もいるのではないでしょうか。10代の頃の有岡さんはスリムな体型が印象的でしたが、2020年は顔周りがふっくらして、ファンから激太りを心配されていたんです。新型コロナウイルスの感染拡大による自粛期間が続いたことも関係していたのかもしれません。当時と比べると最近は頬がシャープになり、全体的にすっきりして見えるんでしょうと語っています。一説には松岡茉優さんとの新婚生活がいい影響をもたらしているのかもと指摘されています。報道によると、松岡さんは2021年に体をいたわる中華の家庭料理教室に通っていたそうです。もともと料理は得意だそうで、健康的な食生活を目指しているのかもしれません。また2016年にドキュメンタリードラマ、そのおこだわり私にもくれよの企画で、かねてから推しを公言しているモーニング娘とライブパフォーマンスを行った際、松岡さんは独自のトレーニングで腹筋を6つに割るほど体を絞っていました。そこで紹介されたトレーニングを実践する人は今も多く、 SNS で効果を実感する人の声も見られます。有岡さんにとって、食事やトレーニングで体を鍛えるための理想のサポート環境が自宅で整っているのかもしれません。2024年6月7日に結婚した松岡茉優さんとは当時格差カップルだと話題になっていました。熱愛を報じた週刊誌の記事では、有岡はジャニオタ人気こそ高いものの一般的な知名度はヒルナンデスの火曜レギュラーを4年以上も務めているにもかかわらず、まだまだ低いのが現実。童顔に加えて164センチと小柄で、4歳下の松岡が年上に見える有様です。さらに年収面でも給料制の有岡は1000万円台と見られており、多数の CM に出演する松岡を下回っているはず。もはや有岡が上回っているのは実年齢だけと言えるかもしれませんと芸能記者が語っていました。そんな有岡大樹さんを松岡茉優さんが交際相手に選んだことに疑問を抱いたファンもいたようです。その理由について週刊誌では、一つにはモーニング娘をはじめとするアイドルが大好きな松岡が独特なダンスセンスを持つ有岡のアイドル性に惚れ込んだ可能性はある、そしてもう一つ、女優松岡ならではの理由があるというのだ。有岡はドラマコードブルードクターヘリ緊急救命サードシーズンと主演ドラマ捕食ロボットに掛け持ち出演したほか、映画子供使いにも出演。そこでの演技が独特ながらうまいと評価されています。特に自然に涙があふれ出てくる泣きのシーンは絶賛されており、ジャニーズ枠かと思っていたら演技がうまくて驚いたとの声も少なくありません。そんな有岡はジャニーズ入りの前から子役として時代劇に出演するなど芸歴は相当長い。その点で13歳からオハスタに出演していた松岡と境遇が似ていますし、何より松岡はその演技力で高い評価を受けていますから、有岡の高い演技力は彼女の心に響いたはず。おそらく2人の間には役者として相通じるものがあったのではないでしょうかと
綴られていました。なお松岡真由さんはすでに妊娠していると言われています。しかし現時点では妊娠しておらず、そういった報告もありません。松岡真由さんが妊娠していると言われている理由は妊婦役を演じたことからでした。松岡真由さんは2014年放送のドラマ G2 内で妊娠する四条あゆな役を演じていて、あまりにも演技が自然だったことから妊娠の噂が出ていました。しかしこの情報はファンの勘違いであり、松岡真由さんの妊娠を裏付ける情報ではありませんでした。松岡真由さんは他にも2017年放送のドラマコウノトリ内でも産婦人科研修医の下役替え役を演じていたことから噂が出ていました。こちらの情報も同じくファンの勘違いであったと考えられます。松岡真由さんが妊娠していると言われている2つ目の理由はふっくらしているように見えたことからでした。松岡真由さんのスタイルがふっくらしているように見えて妊娠が疑われていました。しかし実際の松岡真由さんはスラッとしたスタイルをされており、妊娠は連想できません。なのでドラマの役柄に合わせてスタイルを変化していたことや、ゆったりとした衣装を着用していたことからふっくらされているように見えたと考えられます。そんな有岡大貴さんについて内田理央さんと兄弟ではないかという噂があります。結論から言うと、有岡大貴さんと内田理央さんは兄弟ではありません。有岡大貴さんと内田理央さんは2015年に放送されたテレビドラマ置き手紙京子の備忘録で共演しています。有岡大貴さんが演じた成川ぬるは無表情でクール、一方内田理央さんが演じたマクマ・マクルはツッコミ担当。二人の息の合ったやりとりが兄弟のように見えたことから、ネット上で兄弟説が浮上したようです。ちなみに有岡大貴さんの生年月日は1991年4月15日、内田理央さんの生年月日は1991年9月27日。二人は同い年で、有岡大貴さんの方が先に生まれています。噂は嘘でしたが、ドラマの視聴者が兄弟と勘違いしてしまうほど、二人は息ぴったりだったということです。有岡大貴さんのご実家についても調べましたが、一般の家庭よりも裕福な家庭のようです。その理由としては、有岡大貴さんが幼稚園から小学生の頃まで近所のダンススクールに通っていたこと、小学3年生の頃から子役としてお兄さんと芸能事務所に所属していたこと、私立の堀越高校に通っていたことが挙げられます。まずダンススクールの月謝は平均で約5000円から8000円ですが、ダンス用シューズや発表会といった諸経費がかかります。次に子役として芸能事務所に所属する場合は、入所金や年会費、レッスン料やオーディションを受けに行く際の交通費等の様々な費用がかかります。有岡大貴さんは兄弟で子役をしていたため、給料が出たとしてもそれ以上の費用がかかったかもしれません。その後小学校6年生の時にスマイルアップに入所した有岡大貴さん。スマイルアップはレッスン料が無料で交通費も事務所負担ですが、有岡大貴さんは私立の堀越高校に通っていました。堀越高校は芸能やスポーツ活動で毎日の通学が難しい生徒に対応した芸能活動コースがあることで知られ、年間の学費は約70万円です。公立高校の学費が約46万円なので、家計の負担は約 1.5 倍になります。上記の情報を総合した結果、有岡大貴さんのご実家は習い事や子役として活動するための費用、そして私立高校の学費を用意することができる裕福な家庭と考えられます。いかがだったでしょうか。今回紹介した有岡大貴さんに関する激痩せや妻の妊娠説から、内田理央さんとの兄弟疑惑、実家の裕福説についての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。